モンさん、コンさん、やってるの。はい、皆さんこんばんは、和道です、寝る前に一枠ラジオ放送やります。よろしくお願いします。なんかこうあれだね、人間の欲望は尽きないですな。人間の欲望は、三輪明宏先生のラジオを聞いてましたよ、本当に。いやー、もうね、満たされることがずっとないというかね、辛いよね。あれも欲しい、これも欲しいで、最近、まあさっきの枠でショックだったのがさ、あれなんですよ、なんだっけ、なんだったっけ、α7 っていうリスナーさんに買ってもらったカメラがあるんだけど、それがね、センサーっていう内部の部分にゴミが入っちゃってね、写りが悪くなっちゃって、ちょっと修理に持ってかないとダメですね。僕のカメラは病気になってしまいました。はいはい、猫の目いらっしゃい、こんばんは。今日もお仕事お疲れ様。ね、今ね、三脚も欲しい、レンズも欲しい、高性能もパソコンが欲しい、欲しい欲しい欲しいでね、なんかすごい欲は尽きないね。ハリさんいらっしゃい、こんばんは。これはね、僕が3つテーマカラーあるんだけど、自分のね好きな色、子供の頃から好きな色は黒い色と赤色と白色なんですよ。一番好きなのは黒なんだけど、赤とね、白がね差し色で大好きなんですよ。で、新宿、まあ配信者の中ではさ、青壁っていうのが有名なんだけど、生前のね、荒野くんとか新八丁とか光くんとかね、配信者が青い壁の前で配信をやって有名になったんだけど、だけどね、あの赤い壁どっかにないかなと思ったら、近所にね赤い壁を見つけてね、あ、自分のテーマカラーだから、あのここで写真を撮ろうと思って、いいでしょう結構。はい、海保こんばんは。あ、そうなんだ、猫の目と海保はあれだ、あのどっかで会ったんだ。この写真かっこいい、あ、ありがとう。なんかね、スーツにね、腕のアクセサリー合わないかなと思ってね、スーツ着るときはね腕のアクセサリー外すようにしてたんだけど、まあ片腕だけまくってみたら結構似合ってるなと思って、ジャケットにね、ああいうアクセサリーもありなんじゃないかなと思って、最近はねジャケット羽織るときも、パンクのねリストバンド、666のリストバンドつけてますよ。本革のリストバンド、ありがとう。ダメだね、やっぱりね、物とかお金を追いかけたら、物とかお金あれば便利なんだけど、なんかこうね、物が欲しいんじゃなくて作品が作りたいっていうね、どうしても効率とか考えちゃうし、ダメだね、お金儲けのこと考えたら。食ってかないとはダメなんだけど、欲もほどほどに抑えていかないと人間ダメになっていくなと思ってる。カメラは修理っていうか清掃だね、一回クリーニングに出さないといけないから、秋葉原にねソニーのクリーニングするセンターがあるらしくて、リスナーさんに教えてもらって、まあ近々カメラはあのねメーカーに修理に出しちゃうと、あの1週間2週間帰ってこないから、その間やっぱ撮影できなくなるのは嫌だなって考えてて、秋葉原に持って行ったらその日その場で現場でやってくれるらしいからさ、ちょっと秋葉原のソニーのところに持って行ってカメラ一回清掃してもらおうかなと思ってるね。なんか自分でやると結構失敗するみたいで、なんかエタノールとかじゃなくてね、無水アルコールって言って、アルコールはほらすぐ気化して飛んでいくでしょ、だからその無水のアルコールでクリーナー買って拭くとか
やってる人いるけど、あんまりおすすめしないみたいだね。精密機械だからさ、要はセンサーって人間でいうとこの内臓だから、あの下手にいじれないよね。でも本当はね、あの自分で直すことも覚えていかないと、だから精密機械は無理だからな、難しいよな。今日楽しかったよ、ありがとうね。うん、楽しかった。じゃあいい子だったよ。なんかね、マイクの音がね、なんかそれもね、 iPhone ももうね、何年ぐらい使ってるかな、結局この iPhone 買ってからもう4年経つかな、4年使ってるんだけど、なんかマイクとかもおかしいしね、最近ねアプリが落ちたりするからね、そろそろ携帯電話も替え時かななんて思ってるね。まあね、配信もちょっと停滞して伸び悩んでるし、いろいろあって悩んでた時期、まあ、悩み、配信の悩み自体は取れたんだけど、都庁のレストラン価格はね、のんちゃんが食べてた日替わりカレーがね、500円、まあ大きさ普通ぐらいかな、タイカレーだったね、あれが500円で、俺が食べたそばとあのミニのカツ丼は570円だったかな。まあまあ食堂って感じじゃないかな。ただなんか、まあ麺もね、冷凍の麺茹でてるだけだし、あのカツ丼って言っても、あのなんだろう、ビッグカツみたいなさ。わあ、ありがとう、海宝が花火くれたね、ありがとう。カレー美味しかったよ。カレー美味しかった、うん、タイカレー、タイカレーって食べたことない。ありがとね、解放。奮発したね。ありがとう。あれは570円だったね。花火パチパチありがとう。猫の目ありがとう。だからまあ、まあまあ安いけど、なんか特別美味しいっていう感じではないよね。なんか気分転換。あの、スカイラウンジみたいになってて、食堂がさ、開けていて、なんて言えばいいのかな、地平線までビルが見えるんだよね、東京で。富士山見えたよね、のんちゃんね。なんか奥の方に山があって、あれはどこら辺なんだろう、山梨になる、うん、山梨、あれは山梨の山なんだ、うん、半分山梨で半分静岡、うーん、静岡とかね、山梨の方まで見えるんだよね。そう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 、景色見ながらご飯食べられるから、それがまあ気分転換にもなるし、いいのよ。だからご飯は特別美味しいっていう風に俺は感じなかったけど、いつも食べてるの2回目かな。あそこはね、実はね、石野と行ったんだよね。石野があの俺の家に住んでる頃に、たまには気分転換でちょっと安くてうまいもの探そうって言って、で俺が都庁行きたいって言って、一瞬は結構美味しいって言って気に入ってたかな。思い出の場所なんだよね。当たり外れがあるんじゃない、どうなんだろうね、俺の外れだったのかもね。まあ、そばは自分で茹でた方が美味しいかな。俺が食べてるのは山形のね、なんだっけあれ、なんとかそばっていうちょっと高いやつ、3束でね、いくらかな、あれは400円ぐらいのやつだね。一種の配信最近やってるよ、この前もコメント書いてたし、なんかいい感じみたいだね。最近はなんか怒鳴ったりイライラしてないみたいだね、まあ、多分あれじゃないの、パートナーの谷さんがいい人なんだろうね、合うんだろうね、性格が。一種のいい子になった、一種のいい子になったね、悪い子だったうん、悪い子だった、悪い子だった一種の、うん、あれ、もうキャップなくした、これ。うわ、ここに置いたのに、もうなくした。あ、ここにあった。いや、これキャップなくすの危ないな。つけとこ。せっかくもらったやつだからね。で、まあ、俺は石野が大好きだから、なんだろう、石野が幸せになったらいいなと思ってるけど。ああいう
男はなかなかいないですよ。素直なんだよね。素直だから、素直で不器用だから、今の社会では生きづらいんだろうな。ああいうね、なんか才能のある人をね、やっぱり思ってたよ。本当に閲覧あんだけあって石野のことをおもちゃにする人は多かったけど、俺はね、なんか石野に才能みたいなものをすごく感じたしね。いや、石野は多分俺と絡みたくないんじゃないかな。俺は今の距離感でいいかなと思ってて、それよりはやっぱり和道の映画に出たいって言って、こう鼻息荒い人たちに出てもらいたいかな。なんかやる気のある人と組んでいきたいから。実際まあ石野が参加してくれるっていうのはものすごく嬉しいんだけど、でもなんだろうな、出たい人を優先していきたいかな。新しい人とも出会っていきたいし、やっぱりいいものを作るのは共同作業だから、やる気のある人が好きだから。石野は才能感じるんだけどねだからまあ石野自身の考えもあるだろうし、そういう感じだね。だからまあ解放とかに出てもらいたいかな。そう、やる気のある人にどん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 出ていってもらいたいっていう風に俺は思ってる、そんな感じだね。まあ石野がね出てくれたら、すごくあいつの石野康介のねいいところっていうのは俺は誰よりも知ってるつもりだから、そういう部分を映したいなっていう風には思ってるけど、素直な男だからね。あんなに嘘をつかなくて素直で正直な男を俺は見たことがないね、それは結構すごいことだと思うよ。あの嘘をつかない、見栄を張らない、ありのまま受け止めるっていうのはすごくかっこいいと思う。ああ、ナルシストだよ俺、多分。前に見た石野くんと和道さんの写真、あれはね、実はね、リスナーさんでね、実はねすごい人なんですよ。世界で活躍してるモデルさんでね、ものすごい、もうなんだろう、かっこいい人、俺と石野がかっこいい、リスナーさんでめちゃくちゃかっこいい人で、俺と石野のことを支えてくれてるお兄さん的な人がいたんだよ、リスナーさんで。もう世界的に活躍してるモデルさんなんだけど、その人やっぱ美的センスなんだろうな。その人がパシャッて iPhone で撮った一枚なんだけどね。いや、あの写真でやっぱ石野映画撮りたいなと思ったんだよね。映画撮る用のやつじゃなくて、普通に石野とのツーショットのプライベートの写真で、あれはリスナーさんが撮ってくれた。結構いろんなことを教わったよ、その人からは。それこそね、その人は三輪明宏さんからレッスンも受けてて、三輪さんはやっぱ本当にすごい人だったよっていろいろ教えてくれたね。立ち振る舞いから生き方まで全部教えてくれたって言ってた。すごい人っているんですよ。いや、だからそういう人も見てるんだなとか思ったよ。自然でかつセンスのいい写真だったね。すごいよね、やっぱセンスのある人は iPhone でもああいう風にいい写真が撮れるんだよね。
あ、すごいなっていうふうに思うよ、うん、ありがとう。はい、さら、アドルさんのヘビーリスナーさんがいるんだ。まさきさんいらっしゃい。でもそれがわかるってことは、まさきさんもドレさんのヘビーリスナーってことじゃないの？わかんないけど、まさきさんもドレさん好きなの？俺はドレさん好きだったけど、ドレさんの放送好きだったけど、なんかもう全く見なくなったな。どうなの、元気してんの？ドレさんは相変わらず。全然見てないですね。あ、そうなんだ、ブロックされてるんだ。この写真誰が撮ったん？いいわ。この写真は俺セルフィーだよ。自撮りってやつですね。のんちゃんにピント合わせてもらったりとか。だからスマートフォン持ってるでしょ。スマートフォンで遠隔操作で写真をパシャって撮った。あ、録画を見てるんですね。面白いですか、ドルさんの放送。なんかね、やっぱ怒鳴り声とかがやっぱ、まあだから結局人間性だよな、詰まるところな。放送の面白さとかもあるんだけど、詰まるところ最終的には人間性だと思うね。人間が合わなかったな俺は。悪い人じゃないんだろうけどね、相性悪かったですね僕は。まあ合う合わないだからね、詰まるところ。それが縁っていうやつだから、いい人と出会っていきたいですね、いい人間と。最近ね、パトラッシュさんがすごい閲覧増えてきて嬉しいんですよね。この人絶対成功するだろうなって、配信者としてもって思ってたから、パトラッシュさんがね、なんかねうまくいってるのを見ててね、ああいいなって思うね。パトさんはもうどん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 閲覧増えていってほしいかな。閲覧500人ぐらいになると思うよ俺。まだまだ伸びる人だと思う、パトさんは。信者が増える。あ、いいんだよいいんだよ。だって配信ってさ、信者増やしてなんぼじゃん、信じてもらったりとか好意を持ってもらってなんぼだから。パトさんの放送面白いよ。俺はねカオスがねもっとね言ってほしいなって思うんだけどね、配信で。でもカオス自身がね多分閲覧増やそうとかね、配信で飯食おうっていう多分考えがないだろうから、多分ねカオスは腹くくったら絶対伸びると思うんだけど、ね、長くやってたらうまくいくっていう世界じゃないからね。裏表全くないねパトさんは。もう根っからのああいう人だから面白いよね。やっぱね裏表ある人間はダメだよ。人が離れていくよ。さっぱりした人がいいよね、詰まるところ人間力だからさ。まあこれは難しいんだよね。人がいいから、性格がいいから人が集まるわけじゃないしさ。だからその人間が人間を集めるっていうかね、人を束ねていく力っていうのは一体何なんだろうっていうのは本当に感じるよな。どこから来るものなんだろうっていう、魅力があるかどうかっていう、カリスマ性があるかどうか、この人のこと好きだなって何人にも思ってもらうっていう力をねどれくらい持ってるかだからね、裏表の激しい人だとさ、やっぱりその
まあリスナーさんはさ、こういわばカメラが回ってるっていうことを俺は表だっていう表現をしてるわけじゃないですか。カメラが回ってる時は表で、まあなんだろうな、2タイプいるんだよね。やっぱりその外面がいい八方美人のタイプと本当にありのままの自分で勝負してるタイプの人がいるので、まあ長く配信に携わってるけれども、やっぱりその同業の方とお会いすることが多いわけじゃないですか、あの仕事から。だからね、やっぱりね、あの裏表の激しいタイプの人っていうのはあんまり人から好かれない傾向にありますよね。あの配信の素のままで勝負してる人の方が、あの僕は息が長いと思いますね。やっぱりそのなんだろう、外面がね良くて八方美人で配信が回ってる時はいい人を演じてても、実はその配信の裏でやってることとか考えてることが全然違う人だと人がやっぱ離れていく。なんでかっていうと、好きっていう感情から嫌いに反転した時って、あの二度ともう元に戻らないんですよ。だけどあの嫌いから好きの場合は逆に強かったりするんだけど、だから外面がいいタイプの人って嫌われたら終わりだから、一回なんかスキャンダルがあるとずっと埋もれていくイメージがありますね、僕の中では。ウイスキーマニアさんいらっしゃい。だからまあまあいいところも悪いところも人間は絶対あるから、さらけ出してなんぼだと思うな、配信者は。いいところも悪いところもさらけ出して、でその上でその自分のことを好いてくれる人を大切にできる人っていうのが大事だと思うね。あまあ男女関係、ね、問わず、男女問わずあの裏表激しい人は結構いますよ。逆にその裏表の激しい配信者を誰かっていうのはあんまり言いたいんだけど、裏表が全くない人だったら誰だろうな。まあパトラッシュさん裏表今のところ感じないし、なんだろう、誰だろうな、関慎吾さん、金映さん、あと誰がいるかな裏表ないタイプは。光くんかな、3倍目光くんは裏表ないね。あと誰がいるかな、まあ裏表ない人ってイメージだとやっぱ光くん、金映さん、関慎吾さんとかかな、まあね、あと石野とか、そういう印象ですね。女性の配信者はねあんまり会ったことがないから分かんないけど、男性ばっかりですからね、絡みがあるのが。まあそんな感じかな。まあでも裏表のない人が好きですね、僕は。付き合ってて安心感がある。やっぱりアスペルガー症候群だからさ、あの人が嘘ついてるかどうかっていうのを見抜きづらい性格だから、だからなんだろうね、こう裏表がなくて嘘つかない人だと接しやすいっていうか、安心できて何でも喋れるっていう、ね、やっぱりね、俺にね対面して喋るときにはいいこと言うけど、配信で悪く言う人っていっぱい見てきたから、そういう人とあんまり付き合いたくないなっていう風に思いますよね。なんか裏で会ってるときはそのいいことを言うけど、配信上では貶めるようなことばっかり言う人とかは、あもう付き合わないようにしようっていうふうには思いますね。変わらないですね、慎吾さんは。まあ、配信に限らずプライベートでも変わらないですね、そういう人の方がやっぱり気持ちいいですよね、まあなんかこう僕は好きですね。慎吾さん僕は好きですよ。ピュアですね。すごい。
純粋なんか子供みたいな人が多いかな。あ、年齢とかじゃなくて少年の心をね持ってるね配信者の人が多いですね。そういう人の方が売れてる気がする。でも子供童心っていうの、子供の頃のキラキラした心をまだ持ってるっていうか、まあ、だから子供ってね、残酷なことをしちゃったりするけど、そういう部分もあるんだろうな多分。あとはその異性に好かれるかどうかっていうところも結構あれだよね。同性に好かれるタイプの配信者と異性に好かれるタイプの配信者も結構分かれて、なんだかんだね YouTube だとリスナーさんが男性が多いか女性が多いかっていうのが統計が取れるようになってるんだけど、今ね何パーセントぐらいかな、 60% ぐらい男性なんだよね。 65% 男性で、女性リスナーは 35% って出てたかな。俺はどちらかというと男性に好かれる層だね。で M2 層 F2 層って言って、あの35歳からあの50歳ぐらいまでの年齢、35歳から49歳までの年齢が圧倒的に多いですね。M2 ってやつですね。 M2、F2 っていう。だからまあ子供と女性から、子供と女性とお年寄りから支持をあんまり受けてなくて、中年のね男性から支持をされてますね。ミラーリングっていう単語を知らないな。ミラーリングっていう単語はわからないですね。ミラーリングっていうのはどういうことなんだろう。わかるのんちゃん。わかんない。ミラーリングがどういう言葉なのかわかんないですね。僕は言葉面とかをそのまま信じてしまうタイプなんで、裏表のある人と付き合うと、俺にはこう言ってたのに、あいつこんなこと言ってたよって噂話を聞いたりとか、実際放送を見た時に、ってあれ嘘だったのっていう風になっちゃうんで、僕はいいところも悪いところもストレートに言ってくれる人の方が好きですね。後で傷つくっていうのすごく嫌なんで、疑う癖がつくじゃないですか。そういう人と付き合うと発言の意見がコロコロ変わるタイプの人、俺には好きって言ってくれてて、みんなの前ではあいつ嫌いって言ってたら、どっちを信用していいのって一回なってしまうと、何をするにも信頼ができないし、何をするにもその人と疑わないといけないじゃないですか。それどっちが本当なのっていう確認をする作業がすごくやっぱりストレスになるんで、だからもう僕は裏でこういうこと言うんだ、表でこういうこと言うんだ、意見が変わる人なんだっていう時点でストレスになるので、お付き合いは控えますね。いいことも悪いことも含めて、意見が変わらない人とはお付き合いできますね。だから八方美人タイプの人は苦手かもしれないですね。要は自分が有利になるように自分の主張を変えるっていうタイプの人は苦手ですね。はい、こんばんは。そうなんですよ、眼中に入れないっていうよりもね、ショックを受けるし、ショック受ける分にはまあ自分がね傷つくぐらいだったらいいんだけど、なんていうのかな、確認をしたりとか、その人を疑うっていう気持ちを自分の中に入れたくないんですよ。これは好き、これは嫌いってはっきりしてくれたら一瞬で終わるじゃないですか。だけど私これが好きでも裏では嫌いっていうことを人だっていうふうに認識してしまったら、それ本当なの、本当だよねっていうワンクッション挟んだりとか疑ったりとかするコミュニケーションってすごくめんどくさいんで、要は簡単に言うと嘘つきっていう判断をするんですよ僕は。嘘つく人とはお付き合いすると疲れる、ストレスがたまる、めんどくさい、疑うのも嫌なんで、シンプルな人が好きですね。
ぶれない人というか、うん、遊び行こうぜって言って、あ今そういう気分じゃねえわとか、そうシンプルにスパッと言ってくれる人が好きですね。あそうなんだ、また誘うわとか、なんかこうなんつうの、通過な関係が僕はいいんで、うん、逆に悪く言う人が嫌いなんじゃないんですよ。自分のことを悪く言う人、例えば鮫島さんとか、プライベートでもプライベートの電話でも鮫島さんの放送でも僕の悪口言うじゃないですか。だから信頼できるんですよこの人はいつも僕のことを悪く言ってるっていう、だから信頼できますね表でも裏でも僕の悪口言うんで、はい、僕はとても信頼してますよ鮫島さんのこと。両方悪口、なんか陰口を叩くタイプの人が苦手かな。悪口は別に肯定してますね。悪口は全然 OK ですよ。だからショックを受けるのが、例えば自分の方、リスナーさんにもいますよ、配信者に限らず。例えば、僕の放送に来るときは和道さん好きみたいなコメントを書いて、好意的なコメントを書いてるのに、タバクを覗いたらたまたまその人がいて、和道ってなんとかだよねって悪口を言ってるコメントとか見ると、もう僕はその時点で、あこのリスナーさんってこういう人なんだなと思って、結構僕は、あ陰で悪口言うタイプの人なんだなって。だから僕はその時コメント書かないですけど、表裏のある人が苦手ですね。うん、おおペッキーいらっしゃい、楽しんでってください、うん、そういうのはね、やだね、傷つくよね、人をねこう信頼できなくなるからね。逆にでもずっと、逆を言えばそのずっとさ、ポジションがぶれなくてずっと同じ発言をできる人っていうのはすごい人だなって思うけど、信頼に値しますよねそういう人間は。まあ、少なくとも仕事をするときは俺はそういう人間とじゃないと仕事は絶対にやらないっていう、仕事にならないですからね、と思います。今日はでも楽しかったな、雲の巣綺麗だったでしょ。あれはね、ちょっと見つけた時感動したしね、カメラ回した瞬間、あこれはいい映像になるなっていう予感がした。全く関係なかったんだけど、今回の動画の趣旨は Amazon のギフト開封枠と俺とのんちゃんの日常をこうなんていうのかな、ドキュメンタリー風に撮ってみるっていうのをコンセプトでやったんだけど、あの蜘蛛の巣はさすがにちょっと待ってのんちゃんって言ってね、あまりにも綺麗だったからね、動画回しちゃいましたね。あれ綺麗だよね。あまたね、自然光と森の感じがすごくかっこよくて、あれはすごくいい映像だなって自分でも思いましたね。自然界にあるものは美しいっすよね。だんだんね、動画の方も楽しめてますね。まだまだ奥が深い世界なんで、パンとかドリー撮影とかいろんな技法があるんですよ。どんないろんなテクニックを覚えていきたいですね。今持てる知識と技術を動画に応用していきたいなと思ってますね。
日中のネイチャーパワーワードだ、ネイチャーね、うん、日常の中。あ、でもね、動画やってると分かるんですけど、どこに視線を向けるかっていうか、どこを切り取るかで、なんかね、沖縄とかね、行く必要ないんですよ。家から近所のところにあんな綺麗な蜘蛛の巣があるし、都庁に、家から10分歩いたら都庁、要は田舎の方に住んでる人からしたら、都庁から見える地平線までビルの風景とかも貴重な映像だと思うし、だから身近にあるものをどう表現するのか、どう伝えていくのかっていうのは映像ですごい大事だなと思いますね。なんかわざわざロケハンする必要なくて、僕らの日常の生活に転がってるものをどう捉えるのか、どう切り取るのかっていうのが映像作家としての役割なんだなっていうことは思いますよ。ミドリガメとかもね、まさかあんなね、ミドリガメ生きてるのよく見つけたよね、うん、俺都庁の池っつうか噴水だよねあれ、うん、噴水の池みたいになってるところにカメ、でっかいカメがあんなに生きてると思わなかったもんね。あれってほ、何、本当に捨てられたペットなのかな、うん、あれ公園の人が飼ってるんじゃないの。え、だって住民の餌付けだけで生きてる、あんなでかくなってるってこと？考えづらくない？どっかの池から取ってきたんじゃないじゃん。誰がや？ん？どっかもさ、なんで、いやいや、要は都立公園の人が育ててるならわかるじゃん、うん、クガちゃんと運営して、うんうん、誰かが自然に捨てたわけじゃないでしょ。いや、カメ結構いたよ、10匹以上いたよね、うん、でも井の頭公園はね、うん、捨てられたのがね、あんな風に大きくなっちゃってんだよ。へえ。カメって何食べるんだろう。カメの餌しか想像がつかないけど、何でも食べるんだろうね、多分、うん、草とかね、パンとか食べる。おー、じゃああれか、住民がいっぱいいるからさ、うん、昼間あげてんのか、餌を、うん、すごいよな。でもあんだけでかくなったら、あれ水槽から出てこれるもんね、水槽っていうか池から、うん、あとカエルがいっぱいいるんだよね。カエル嫌だ、うん、嫌い、カエル。あ、肉食なんだカメって、雑食とは聞いたことあるけど、何でも食べるっていうカメは。ひっくり返ったカメ助けた、うんうん、ひっくり返ったらどうなるんだ、死ぬのかな普通は、そのまま、うんうん、おもちゃ動物園行った時死んでたじゃん。あー、死んでたね、うん、ひっくり返ってたね、うん、のんちゃんカエル大嫌いの。え、トカゲとかは。トカゲは好き。あ、好きなんだ。何が苦手なの、カエルと。カエル、カエルが嫌いなんだ、うん、なんで、可愛くない？だってヒキガエルさ、うん、家にさ、いっぱいいたんだもん、昔。あ、のんちゃんの家にいっぱいいたの。そう、嫌いなんだ、うん、まあまあ生理的に無理なんだろうね、うん、俺ね、カエル、なんか別に俺ね、虫がダメなんだけど、うん、生理的にね、うん、カエルはね、顔見てると可愛いなと思うようになって、別に平気だね、俺。じゃあ、掴める？触りたくはないよね、あんまりね。そうでしょ。だけど別にまあ小さいカエルとかだったら手に乗っても全然。あ、なんかね、アマンガエルみたいのだったらね、可愛いでしょ。いいんだけど、ヒキガエルがやん。ヒキガエルでかいからね、うん、からベトベトしてそうだしね、あとね、毒強いし。あ、毒持ってるんだ。
ああ、まあ鶏肉みたいな味だって言うよね、カエルはね。全然美味しいって言うよね。カエルはごちそうだし美味しいってよく聞くよね。まあまずくはないだろうね、見た目が悪いだけで。ただね、俺はね、昆虫がダメなのは、あのカブトムシとか見た目はかっこいいけどさ、羽広げた時とか、あの裏、うん、裏見るとさ、うん、なんか、うん、どうなってんだこれみたいなグロいよね、グロいよね結構ね、うん、なんかさ、なんつうの、引きで見るとかっこいいんだけど、うん、寄れば寄るほどえぐいなこの生き物みたいな、うん、あとやっぱりね、なんだろう、根本的にやっぱなんかプラスチックみたいな硬い物質でできてるのもおかしいし、うん、何よりね許せないのがね、やっぱね、手足が6本あるっていうところがもうだってさ、鳥とかはさ足があって、まあ、羽が手じゃん、わかると、まあライオンも猫も犬もわかるじゃん、うん、6本だよどういうことっていう、手足が6本時点でちょっとやっぱ俺らとは違うよなって思うよね。でもまだカブトムシはさ、うん、動きがゆっくりだからさ、うん、許せるところがあるけど、まあまあまあ、わかるわかるわかる。ゴキブリなんてさ、高速移動するからさ、あれなんだろうね、ゴキブリに対する嫌悪感はね、あの高速移動が原因だよ、うん、俺エビは、エビ、カニは直視できるよ。エビダメなの俺ね、魚の腹渡とか全然平気だし、エビも全然平気だね。エビなんかもうバリバリ剥いて、バリバリ剥いて、むしろチューチュー吸えるもん俺、うん、エビとかカニは平気だね俺。うん、ただね、虫はもう許せないね、うん、許せ、許せないっていうかね、なんか怖い、なんか本当に先祖一緒っていう遠い先祖で一緒かこれっていう、なんか全く別の生き物だと思う。許せないのはね、蚊のやつ許せない。蚊、エビの殻はゴキブリの羽と同じ成分って言われてもさ、なんだろう、俺別に全然平気だね、エビの殻は、エビの殻、エビの尻尾もバリバリ食べるし。そうじゃなくてね、ゴキブリが嫌なところは、虫が嫌なところ、別にあのエビの殻と同じ成分でも全然平気なの。そうじゃないんだよね、なんて言うんだろう、そっから羽出るみたいなのとか、うん、足6本とか、触覚ってなんだよとか、うん、あ、俺連想全然平気だね。あ、でもね、それちょっとわかるかもしれない、ペッキー。あのね、俺ね、ふりかけが子供の頃大好きだったの、うん、ふりかけ超好きだったの。なんならふりかけだけでご飯食べられるみたいな子供だったのね、うん、で卵のふりかけとかあるじゃん、うん、のり玉、うん、あれが好きだったんだけど、ある日あの家で金魚を飼ってて、うん、金魚に餌、かつお節みたいな餌あげてたの、うんうん、あれをあげてる時に、あ、ふりかけみたいだなって子供の頃にちょっと思ったのよ、うん、そっから別に金魚可愛いじゃん、うん、金魚の餌も別に汚くないじゃん、うん、でもふりかけと金魚の餌が完全に頭の中で結びついちゃって、うん、その日からふりかけがまずく感じるようになったの。なんか匂いも似てる、ね、そう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 、金魚の餌の味になっちゃったの。だからちょっとわかるかもしんない気持ちは。なんかもうそっからふりかけずっと食ってないもん、その子供の時。金魚の餌事件って呼んでるんだけど俺はだからね、なんか連想しちゃダメなものってあるよね。なんでだ、未だにふりかけ食べたいと思わないもんな。今はもう平気なんだろうけど。あとね、子供の頃からそうなんだけど、一度ハマった食べ物はずっと同じものを食べ続けるっていう、このアスペルガー症候群特有のね、病気を持ってて、ずっと同じもの食うんだけどね、子どもの頃一番最初にハマったもの、俺エビの天丼だったの。もうことあるごとに天丼を食べてたので、多分なんだけど、うん、ある日ピタッと天丼がまずくなったの、うん、多分ね、一生分食べ尽くしたんだと思う
ほんと急に来るんだよ。何個かあんの、フィレオフィッシュバーガー、うん、マクドナルドも俺フィレオフィッシュしか食べなかったの、意外でしょ、うん、ずっとフィレオフィッシュ美味しい、フィレオフィッシュ美味しい食べてて、ある日ピタッとあんま美味しくねえやってなるのそう、体がねもうずっと同じもの食べるんだよね。じゃあ豚の角煮もその多分そうピタッと飽きるよ俺るそう一生分食べたら飽きるの多分俺100回だと思ってるんだけど。大根とかね、大根の煮付けは今ハマってるね。大根 ある日、ね、ある日ピタッと。そうなんだ。から今はさ、セブンイレブン行ったらあの鶏全く同じメニューずっとやってるでしょ、うん、あの蒙古タンメンのつけ麺の冷凍と、そうで、ある日ピタッと、あ、美味しくないってなるんだよね飲み物とかもそうなんだよね。なんなんだろうねこれ。同じもだからね、俺イチローが毎朝奥さんの作ったあのさ、みんなさ、イチローが毎日奥さんの作ったカレーを食べるっていうエピソード知ってるでしょ。それは聞いたことあると思うんだけど、あれね、もっと深い話でカレーの調合も全部一緒なの知ってた。へー。味付けカレーの調合も変わると怒るんだって。今日違うって言うんだって。すごいでしょ。毎日何十年間も同じ奥さんのカレーを食べ続ける男、すごいよね。俺でもあの気持ち分かるんだよ。同じものをずっと食べ続けたい。奥さんは楽でいいね。奥さんはだから何日か分冷凍でストックしておくんだって、うん、そうで、昼飯だか朝飯だけはそのご飯を食べて、うん、夜はディナーを食べる、うん、その外食をするって決めてるんだよね。だからルーティーンなんだよな完全に、うん、あれはアスペだよな。一郎アスペはもっとあの認知してほしいよね。あれ天才なんじゃなくて病気だからねあれは天才じゃない。重度の病気がうまくはまったパテインだからね。だって練習もそうなんでしょ、うん、毎日同じ時間にグラウンドに行って毎日同じメニューをこなさないとダメなんだよね。もうそれってさ、病的じゃん、うん、っていうか病気じゃん。病気。そう。でも病気の特性をうまく使ってその抜群の才能を引き出したパターンだよね、うん、だからね、一郎に日本国民の道徳とかで一郎持ち上げるのやめた方がいいよ、うん、スティーブ・ジョブズとかもそうだと思うね。もう完全なアスペだね。完全なアスペ、ハマったパティーンだね。才能を引き出しちゃったっていうよりもあれは病気から才能を伸ばしたパティーンだから、あれはね、普通の人がね真似して努力してああなるもんじゃないよ。でも違う種類のさ、うん、あれもあるよね、長嶋茂雄とか。長嶋茂雄は違う種類だよね。なんかあれは知的障害これタブーだと思うんだけど、長嶋茂雄は精神障害じゃなくて軽い知的障害持ってる。しかも遺伝してるしな、うん、遺伝してるね、うん、でも一茂そんなバカじゃないけどね、うんうん、これタブーだよね、日本のタブーだよね運動神経にステータスを振りすぎて、なんだっけ、俺あのエピソード大好きなんだよね。高校生の頃にあの隣の人にね話しかけんの、なんかしましたよ、君なんだいその本は、便利な本だね、どこで売ってるんだいって言った、うん、その本って何かって国語辞典だからねあ、じゃあ英和辞典かな、うん、とっても便利だねってすごいなと思って、底抜けだよね、うん、なんだろうね。あ、でもいいよね、なんかね、長嶋茂雄スーパースターだよね。あの長嶋さんはやっぱあの三振の練習をしてたっていうのがかっこいいよね。知ってる、うん、要は、いかにかっこよく空振りをするのかっていうテレビ映えを考えて、普通バッターだったらさ、ヒットを打つ練習するじゃん、うん、違うの、いかにズコーンって空振りするかっていう練習をするっていう、なんかそこがやっぱ天才っていうか発想が違うよね。多分エンターテインメントとして野球を捉えてる部分があるんだろうね、うん、そのファンを喜ばせようっていうさ、うん、
そういうところはかっこいいよな。でもあれだよね、長嶋茂雄伝説って今若い子知らないんだろうね多分ね、うん、俺らの子供の頃はさ、もう代々語り継がれてたじゃん、うん、テレビでもいじくられてさ、うん、あれウィキペディアじゃなくてそのネイバーまとめとか見るともうお腹痛いもんね、うん、長嶋一茂伝説。いい感じですよ、いい感じ。あ、ありがとうございます。忘れるところでしたね、ありがとうございます。バーガーありがとう。そうそうそう、アイテムね、うちのリスナーさんアイテムこうね、餌を与えるの忘れてしまう。あのね、覚えておいてくださいよ、53名のリスナーさん、育児放棄ですからね配信者にアイテムを投げ忘れるっていうのは、あの育児放棄とか、あのネグレストって呼ばれてるやつで、あの飼ったペットには餌を与えましょうね、皆さん。飼ったペットにはそれがね、あの飼い主としての責任なんで、皆さんちゃんとしっかり餌与えてくださいね、よろしくお願いします。あとコメントを書かないってことはお散歩に連れてかないのと一緒ですからね、うん、はい、あの減らっちゃいますからね、ちゃんとコメント書くことと、ご飯を与えることよろしくお願いしますね。もうみんな寝ながら聞いてるからね。そうそうそう、仕事しながらとか寝ながら聞いてさ、もう本当に頼みますよ。そう、10円20円100円1000円1万円とは言わない、うん、たまごっちたまごっち。だからのんちゃんに言ったもん、あののんちゃんって、あの家に帰ってワンちゃんのお世話するのいいけど、もし1週間ぐらい放置したら俺部屋の中うんこまみれにするからって言った昨日言ったよね、うん、そう部屋の中でうんこしちゃうからねってケピーありがとう、カイホありがとう、うん、うんこ掃除に行かなきゃ。そう、うんこ掃除ね、もうなんでうんこ漏らしたのって、知らんって言う、知らん知らんつって、うん、大事だよね、うん、あでもね最近ね、あの YouTube のトップページに映画がよく出るようになって、300円で2日間のレンタルやってるの、うん、でもさいいよね、TSUTAYAとかに行っても300円だったじゃん、うん、だからだんだんお金払うことが当たり前になってきたよね、うん、うん、今度 PayPal で YouTube で映画レンタルしてみようかなと思ってるんですよね。ギャオとかも見れるよ。ギャオも見れるんだ、うんうん、で購入する場合は3000円とか払わないといけないんだけど、でも昔ね着メロに100円払いまくってたしさ。だからあれだよね、あの支払いが便利か便利じゃないかって大事だよね、うん、コンビニに行く手間とかがあるんだよね多分ね、クレジットカード持ってない場合は、うん、だからその国でやるべきなんだよそのシステムを。ないとどん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 出遅れていくと思うよ。ギャオとかもね買ったら1週間見れるとかね、うん、あるね、クリエイターにお金がいくんだ。そうそうそう、あのね日本なんか特にさ、なんつうの、資源があるわけでもないじゃん、鉄が取れない、ガソリン取れない、原油取れないでしょねえ。だからさアニメとか漫画とかさ芸術とかコンテンツ、芸事、俳優とかさ、こういうものにお金払っていかないとダメだと思うよ。だから YouTube とか動画制作とかっていうのはさ、ちゃんとコンテンツ回していって伸ばさないと。だから漫画はさ、あの著作権、要は出版社が頑張って著作権大儲けできるようにしたから日本のクリエイター優秀な人が多いけど、アニメ業界とかが伸びないのってアニメーターが食えないからっていう問題でかいよね。
芸能界とかね、芸能人お金たくさんもらってるからいいけど、やっぱりね、なんだろう、自分が依存してるっていうか、自分の生活に必要なコンテンツにはね、お金払う文化っていうのは大事だよね。そうだよ、海外からしたら日本のアニメはね、とんでもない才能があって世界一なんだよ。日本の産業として世界でトップ走ってる産業なのに、間違いなくトップなんだよ。なのにね、全然現場レベルがね、奴隷みたいにね、10万以下でしょ、アニメーターなんてほとんど。まあね、中国に頼んだりね、韓国に頼んだりね、あとあれでしょ、あとベトナム、ベトナムとかフィリピンとかね。でもね、すごいもうどんどん上手くなってきちゃってるから、いやそうでしょう、うん、技術抜かれるでしょう、この、うん、だってドラゴンボールとかワンピースってあれフィリピンで作ってんじゃなかったかな、だから日本のアニメじゃないんだよもはや、うん、あれ完全外注でしょ、ワンピースなんか。うーん、いや大変なことになるよ。すごい上手いんだよ動画。いやだろうね。いや日本のコンテンツなくなるよこんなことやってたら。だからね、難しいよね。だって俺日本に生まれてよかったなって本当に心の底から思うの漫画だもんね。だから俺は漫画は買い続けるんだよ、お金払い続けるし。ああハンターハンター、今日昨日買って読んだけど、440円でね、税別で買って。面白いもんね、こんだけのまあコンテンツを400円で読めるっていうのは幸せだよなって本当に思うよね。のんちゃん子供の頃150円ぐらいだった気がする、漫画。うん、マジで。うん、あ30年前。もっと前、35年前が。35年前か。俺がマイナス2歳の頃だね、うん、すごいね。のんちゃんが15歳の時に生まれたんだよ。そっか、エロいね、なんかね、エロいね、うん、いいな。昔漫画描いてたけど、あの労力考えるともっと儲けてほしい。あ、漫画描いてたんだベッキー、いいね、うん。まあ、とんでもないよね。だから週刊連載とかってはっきり言って、なんて言うんだろう、まあみんなボボロになるよね。だってさ、1週間に何ページ書くの、 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、19ページだ。これを1週間で書けって言われて書ける？それをずっとこのペースで続けていくんでしょう、うん、すごいよね、すごい。毎週ってことは毎日書き続けないといけない。毎日書き続けて、その上どれくらいだろう。しかもアシスタントがいたりとか。デジタル化は結構進んでるね。地獄だよね本当に。アナログオンリーの時代はもうすごいよね、うん。でもね、富樫さんの絵見てるとスクリーントーンやっぱ少ないんだよね、うん、手で描いてるんだよね。貼るの大変だから。まあでもスクリーントーン今あれだってよ、デジタルで処理してるらしいよ、原稿を下書きで描いて、うん、パソコンに読み込んでシート貼るんだって、うん、マスク切って。いや、トーン代だけでもバカになんないもん、うん、でもまあ高いからね。高いよね、うん、1枚400円とかだもんね、うん、高いの1000円とか、うん、スクリーントーン買ったことあるけど高い。あれをね、透明のねコピー用紙にコピーしてね、うん、貼ってた、うん、おーおい、チカゴン、こんばんは、いいね、ありがとう、いらっしゃい。
いや大変だよな。だからね、もっとこう芸術というかアートだからね、漫画をねアートだって思ってない人が多すぎるんだよね。俺は漫画はアートだと思うよ。最先端だよ、最先端。いや日本の漫画はすごいよ。売れたらすごいけどね。売れたら億万長者だよ。だってジャンプの原稿料ってどれくらいだったかな、ページ数なんだよね、うん、1ページ。だからワンピースの作者が1年間の原稿料が5000万なんだって確か。で単行本の売り上げが数百億、数十億か、数十億で、今度アニメとかが始まったりグッズとかフィギュアの版権が倍ぐらい。だからまずは原稿料で食っていくようになって、単行本売れるようになって、育てていかないといけないんだよね、アニメとかグッズがっていう。いやクールジャパンですよ本当に。そりゃ自家用ジェットは買うよな、うん、あーごめんなさい、コレコレさんがいくら稼いでるのか全く分かんないですね。僕ねコレコレさんに会ったこと一回もないんですよ。すれ違ったことはあって、深夜っちょの企画でリアツに行ったことがあって、その時にあこれこれだって言ってて、新八丁が YouTube の撮影やってるコレコレさんに挨拶をしてて、その時初めてあなんかでかい人だなみたいな、あの人がコレコレっていう人かっていう。あんまりね全くと言っていいほど絡みがないですね。僕いくら稼いでるんだろうね。まあ100万200万は稼いでるんじゃないですか。多分ね、あれだけリスナーさんがいたら大金持ちのリスナーさんいるから、だからのりゆきさんとか街ですれ違ってもいい服着てるしうまいもん食ってるよね。あとなんか噂で聞いたのが、石川のりゆきさんの家に行くと冷蔵庫の中にリスナーさんからの贈り物で、うん、なんか数万円するなんとか肉みたいなのが肉の塊で置いてあって、あ食べるみたいな、うん、なんかそんな生活らしいよ。もうだから小突きをするまでもない、うん、アイテムねだる必要なくて勝手に送られてくるんだって、うん、あとね俺ヒカルくんの家に行った時に段ボールが山積みになってんのよ、うん、ヒカルくんの家に。でこれ何って言ったら、あ勝手に送られてくるんだよねって言ってたよ、うん、で中開けたら鍋、レトルト食品、人参、うん、じゃがいも、お米とか、いや農家の人はお米送ってくる、うん、野菜送ってくるでしょ、うん、でまあ都会の人はレトルト食品送ってくるって、うん、もう全部送ってくるの、すごい。もう当たり前だから、ま、毎日ね、あ荷物受け取らなきゃ荷物受け取らなきゃって言って郵便会社と連絡取ってたね、うん、配信で一番稼いでるのは間違いなくアイラだろうな。うん、この前配信とか突かけた時に言ってたけど1億円って言ってましたね去年の稼ぎ。ただね俺ふわっちだけで1億円なの俺の計算だと、うん、で裏っ引きとアイラは確実に裏っ引きとプレゼントがあるから俺の予想多分ね1億5000万手取りで、うん、手取りじゃないか、税金払う前の売り上げの段階で1億5000万ですね、うん、裏からもらってる人いるよ。っていうよりもリスナーさんから連絡が来る、裏からもらってるっていうよりも運営さんに半分取られるの嫌だから、要は10万投げてもいいと、ただワドちゃん5万しか受け取れないでしょうって、だったら10万そのカメラとか買ってほしいから口座教えてって言われるリスナーさんから。要はなんだろう、それで配信の企画とか別にパソコン買ってもいいしカメラ買ってもいいしって、ワドを支援したいから講座を教えてって言われることはありますね、はい。だからそこは配信者だから、その配信サイトが変わっても生きていけるっていうのはそういうことだろうね多分。別にだって配信サイトが変わってもさ、本当に好きだったら見に行くじゃん、 YouTube だろうがツイキャスだろうがニコ生だろうが。だからね、なんか
よくふわっちが潰れたらどうすんだよとか言ってる人とかって多分あんまり配信のこと理解してないのかなって俺は思うかな。なんかね、配信者自身にこうフォロワーさんがついていくからあんまりねそこに対する恐怖感っていうのはないかな。まあみんな来てくれるっていう自信があるね。もう長いからね、一回だから俺もね、ニコ生配信者だったからニコ生のね5000人フォローのコミュニティ捨てるのは勇気がいったけど、でもなんだかんだね閲覧変わらないからね。便所太郎さんは多分2000万ぐらいじゃないかな、1500万ぐらいかな、1500万ぐらいだろうね年収。ただ便所さんの場合は稼いだらトゥクトゥク買ったり海外旅行行ったりって言って税金払うぐらいだったら使っちゃおうっていうタイプの人だから、配信に経費かけて原価償却じゃない、要は税金払う分をペイしてるね、要はバンバン投資してるっていう感じ、コンテンツに。だから税金納税してる額っていうのはそうでもないと思いますよ。物に変えたり経験に変えたりしてるね便所さんは。多分まあ1500万ぐらいは稼いでるでしょうね。経費が大変。まあ経費でね、経費っていうかもう資産に変えちゃってるんだろうね。別にトゥクトゥクとかさ、ねえ、なくならないかんね。わかんない、申告してるかどうかは。どうなんだろうね。まあでもアイラクラスでもし申告をちゃんとやってなかったら、確実にマルサが動くレベルだね。億超えて脱税してたら、結構、まあありえない。まあ、しかも北海道地方だから、まあ、確実に動くだろうね。よく言われてるのは東京は2000万以上稼いでる人が対象、マルサが動くって言われてて、地方だと、まあ、1000万超える、あいら北海道だね。で北海道で1億稼ぐ人ってなかなかね、パイが今度ギュッて狭まるから、それで脱税の額って半端じゃないわけじゃん。4000万5000万いくわけだから、まあ国としてはね、マルサとしてはでかい案件だから動くでしょう。しかもねニュースとかにリークできるからね、もう鬼の首取ったように多分なるだろうね。点数も相当上がるだろうし、自分の管轄内でだから、まあ目つけられて当然だと思うよ。だからね、逆に俺は稼いでないのが不安がないからいいですよね。誰も狙わないっていう。最初から稼いでないっていうね、そういう悩みはないですよ。札幌じゃなかったかな、うん、確か都会に引っ越した。都会、もともと札幌じゃなかったっけ、なんだ分かんないけど、北海道なのはもう確定だよね。都会っ子だね。都会か、北海道。札幌は都会だよ。行ったことある？うん。都会か？うん。月収20万くらいだと何も言われなそう。言われないっていうよりも税金が取れない。例えば月収20万でボーナスがないわけじゃん。ってことは、月収まあ20万で240万でしょ。で240万に対する税金って3万ぐらいだよね、多分3万から5万ぐらいだと思うの。3万円5万円の税金を取るためにマルサの従業員10人ぐらい使って半年間調べたら割に合います？ペッキーさん、5万円徴収するのにマルサが動くと思います？10人とか20人単位で半年間調査するんだよ。口座を開い、口座楽天銀行とかゆうちょとか全部調べて全部洗いざらいやるんだよ。意味ないでしょ。だから2000万以上って言われてんの、東京だと。テルチャンピンはね1700万ぐらいじゃないの去年は、うん、笑うでしょ。すごいね。だからなんで2000万からかっていうと、2000万稼ぐと税金、まあ純粋な利益が2000万あった場合っていうのは、まあ多分トータルすると700万から800万を払うわけじゃん、うん、
だったら取る取りがいがあるわけじゃん、でしょ。だからまあ2000万以上稼がないと東京はそもそも相手にされないよね。ほっとけっていうレベルだよね。ということです、ペッキーさん。だ貧乏人から税金取ろうとしてもしょうがないからね、取れないからね、そもそも。まあ多分テルはまだ狙われないでしょう。ではテルは税金払ってるからね、確定申告ちゃんとやってるからね、税理士使って。俺あれだもん、テルに見せてもらったもん、あのなんだっけ納税のやつ、1700万ぐらい稼いでた。毎月所得税と銀行に、毎月所得税と銀行に引かれるしな。会社勤めの人で、銀行には引かれないでしょ、会社に引かれるんでしょ。ベッキー、銀行はそんなことやってくんないよ。まあ、会社勤めはね、そこは会社が全部。でもね、知らないでしょベッキー、日本で一番税金払ってるのって会社員なんだよ、公務員と。なんでかっていうと、ごまかしが効かないから。あのねこれ会社員の人がよく誤解してるんだけど、自営業やってない人誤解してるんだけど、例えば仕事で使うものっていうのはさ、会社の場合会社が用意してるじゃん。俺らってアルファ7の分、買い物した分とか、パソコンとかモニターとかって全部経費で落ちるんだよ。つまり税金かかんないんだよ。これね、よく誤解されるし、配信者も誤解してる人多いんだよね。だからさっきも言ったけど、便所太郎さんがカンボジアに行ったり写真展に使うお金っていうのは税金かかんないんだよ。だからあくまでも残ったお金に対して税金かけんの。だから便所さんは1500万稼いでたとしても、捨て頃とかで儲かって1500万現金が手に入りました。それを全部仕事で使っちゃったら税金1円も払わなくていいんだよ。これ誤解してる人多いよね、意外と。なんかね、なんかそのまあまあサラリーマンだとそういうこと考えないもんね。だから仕事で使う車とか買ったらそれ税金かかんないからね。まあ、節税ってやつ、税金対策とか呼ばれてるやつなんだけど、まあ、これは多分ね、サラリーマン家庭とか公務員家庭だと分かんないもんね、そうそう、基礎控除はあるけど一応微々たるものだしね、いや自営業者も基礎控除あるでしょ、そう、会社員がだから一番税金を一番納めてるっていう風に言われてる。あと俗に言われてるのは水商売とか風俗とかだと、会社がやってくれてるよって勝手に女の子は思ってるけど、会社自体が脱税やってるからそもそも払ってないっていうね。女の子も個人事業主として契約されてるのを分かってなくて、雇われ人だと思ってるから、そもそも水商売の人は誰も払ってないっていう。会社がやってるとしても最小単位でやってるだろうね、ごまかしてるだろうね。だいたい手渡しとか。そう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 、まあ手渡しのところはそういうことだよね、要は書類が残らないから、だってね、風俗でね、領収書切るお客さんなんかいないもんね、アホだもんね、キャバクラで毎月何万勝手に引かれる。あれは、俺水商売のボーイやってたこと分かるから分かるんだけど、あれね、従業員の取り分です、簡単に言うと。あとは罰金って意味合いが強いね。あ、クリーニング代とか言って取ったりとかしてるけど、クリーニングって、冷静に考えたら分かるけど、1店舗でね、毎月3万で契約してんの。で、女の子が10人いたら、ね、1ヶ月3万で済む、30人いたらさ、1人1000円払えば済むわけじゃん。でも1回1回クリーニング代500円とか取られるでしょ。
だから女の子から利ざやを得る商売だからしょうがないんだよ、うん、まあでも水商売の子はね一日数万稼ぐから気にしてないだろうけど、ね、1万円から2万円3万円って普通に稼ぐからね、まあ、そういう商売よ。水商売儲からんだなと思ったら六本木で働いてたのがさ、うん、月のミーティング従業員20人集まって、うん、札束数えてんのよ、うん、でお前も手伝えっつってみんなでベラベラパチパチ札数えてんだけど、うん、テーブルの上に乗っかってる金額いくらだと思う？3億、うん、一晩さ本当にドバイの富豪とかが飲み行くのヘリコプターで。嘘だと思うでしょ。芸能人とか野球選手が来るんだけど、うん、3億円束になってんだよ。で俺の給料20万だよ。みんなで笑ったもんね。店長が50万だったの、うん、なんで俺ら3億円みんなで数えてんのに、うん、俺らの給料20万なんだろうねっつって爆笑したもん。飯食いながらなんかバカみたいだよねみたいな。、うん、まあだけどその3億も女の子にねやっぱり1億ぐらい払ってるし六本木だから、うん、あまあ衣装代美容代かかるよね。まあ水商売長く続かないしね。若いうちしか続かないからね、うん、わかるよ。大変だよ。もうねスカウトマンが色恋営業してるだけだし、うん、だから若いうちのお小遣い稼ぎくらいじゃないとね割に合わないよ。体を壊しちゃったりしたら大変だ。いやみんなボロボロ。お酒毎晩飲むわけじゃん。飲まないとダメだしストレス溜まるし、いや病むよ。だからみんなホスト狂いになったりとかさ。だから歌舞伎町って面白い街だよね。おっさんから若い女の子がね風俗とかキャバクラで稼ぐでしょ、うん、で今度仕事が終わったらホストクラブでホストが稼ぐでしょ、うん、でホストが闇カジノに行って闇カジノに行くでしょ、うん、で闇カジノの従業員がホストとあのキャバクラと風俗に行くでしょ、うん、なんか町自体が自転車操業みたいになってて、うん、ぐる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 回ってるだけなんだ。何なんだこのサイクルみたいな。非生産だからね。水商売ってさお金かかるのよ。なんだろう、女の子も女の子で付き合いあったり男も男で付き合いとかあるでしょ、うん、だからぐる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 回ってるだけなんだよね。水商売はね短期的にやったら儲かるんだけど結局お金が残らないよね。手元に水のように消えてくよね。大変なんだね。大変だよ。でも俺アイラとか風俗系の店の経営とかキャバクラとかの経営って向いてると思わない？だって女の子集まってくるんだよ。そうだね。まあまあもうこれ以上儲ける気ないだろうけど、だってねサラリーマンとかでも今2億稼ぐのが生涯年収だと思うよ。アイラってそれ2年間で稼いじゃうわけでしょ、うん、しかも結構裕福だと思うよ。2億稼ぐそうってすごいよな。本当に化け物だよな。使い道ないだろうね。何に使うんだろうね。だってネックレス170万とか言ってたよ。170万のネックレスとか意味わかんないよ。どこで売ってんだろうね。アマゾンじゃないんだろうね多分。そっか。いやどんな生活してるのか見てみたいよね。アイラプライベート密着アイラ、うん、アイラのドキュメンタリーとか作ったら再生数ぶっぱねるだろうね。配信で1億稼ぐ男って引きこもってそうだけどね。うん、オタクだかんね。なんだかんだ言ってね。アイラさでもさニコ生の頃って女の子連れ込む配信よくやってたじゃん、うん、あれ封印したよね、うん、定期的にやってなかった。なんか、
可愛い女の子が来ると自慢げにさ放送してさ、ねえリスナーの何人じゃんとか言って、うん、最近やらないよなあれ。女でもできたのかな。うん。あまあでも来てもおかしくないレベルだよね。担当がついてなんか伊勢丹の担当とかついても俺おかしくないと思うよ。それくらい収入あるわけだから。もう勝ち組ですよ。アイラ様はふわっちが生んだ奇跡だからね。でもなんで女の子も100万とか投げるんだろうね。アイラには必ず投げるじゃん、うん、あれ何なんだろう。何なの、分からない、分からないよね。セックスがしたいから、女の子じゃなくて自分自身で勝負だからって言って、え自分自身で勝負、セックスがしたいからってこと、アイラと夜の花火夜の花火を打ち上げるのかな、アイラと。え違う、勝負したいから、え何を言ってんのでもやっぱホストなんだろうね。まあホストだよね、うん、絶対マメだよね、うん、おはようってくるんだよ、うん、どうだ最近調子どうだ、いっぱいメールしてんだよね、いっぱいずっとメールしてるんだよ、うん、女の子が病んだ時はチャンスなんだろうね、うん、多分ね、優しくするんだろうね、うん、普段は冷たいんだよ。自分自身で勝負したいからって言ってたってどういうこといや日本語がいきなりえどういうことどういうこと、自分自身で勝負したいからな、何が意味が分かんないんだけど、何が自分自身で勝負したいの何いきなりどういうこと、自分自身で勝負したい、何の話えどういうことどういうこと分かんねえな、え自分自身で勝負したい、他人自身で勝負するってどういうこと、さ女の子で閲覧取るんじゃなくて、え何の話してんの、ん日本語が分かんないって、女の子で閲覧、何の話、酔っ払いだなえどういうことえ違う、元の会話が分かんないんだ、え何、アイラが女の子で閲覧取るんじゃなくて自分自身で勝負したいからって言ってた、何言ってんの、酔っ払いでしょ完全に、うんうん、いきなりそんなこと言われても意味が分かんないよ、うん、どういうことよく分かんねえなあいつの話、うん、まあでも不思議だよな、投げるもんね、うん、あなんか投げたくなるんだろうね、もうアイラの放送見てて投げたいっていう心理が全く働かないから、営業力だから裏でやってるんだろうね、うん、どうやって投げさせるのかな、営業だってさ配信者がさ、うん、貧乏だから投げてよっていうのは一理あるじゃん、うん、ほんとさ、うん、お金がない90円しかない助けてわかるじゃん、うん、でもアイラってさみんなが投げてるから金持ってるわけじゃん、今度はだからどうやランキングはさ上げたいわけでしょ、でもそれはアイラの都合じゃん、ランキング上げたいのは、うん、だって女の子を見てる方はランキングが1位だろうが2位だろうが意味、でもホストもそうじゃん、ホストは分かるのは俺酔っ払ってるからっていう部分、俺やってたから分かるんだけど、酔っ払ってるからシャンパン飲もうよって行こうよみたいなの分かるの、うん、分かるじゃん、でもさ酔っ払ってる、だからだから飲んでるのか、 KPKP 言ってんのか、うん、要は酔っ払ってんのか、相手も飲んでるし、そうだよね、だから自分も飲んでるんだよね、うん、酒飲んだ方がいいのかな、だっ
だって俺の放送って絶対シラフで聞いてるもんね、うん、全員酒飲ませて花火上げさせるかえでも絶対あると思うよ、酔っ払ってるから投げちゃったっていうの。だって俺のリスナー酔っ払ってないもんで酔っ払いを集めなきゃ、酔っ払い集めよう、うん、酔っ払いを酒飲みながら配信すればいいのか。一緒に飲もうぜ配信、一緒に飲もうぜ配信。もう俺酒飲み嫌いなんだよ、うん、めんどくさいから、うん、何言ってるか分かんない、うん、はあ、なるほどな、うん、まあでも才能だよな。でもテルチャンビンとか別に酒普段飲まないもんね、うん、なんなんだろうな、アイテム上がる人と上がらない人の差がもう全く分かんない。どういう理屈なんだろう。でもなんか初期組のさ、うん、なんかリスナーさんはさ、うん、やっぱ投げてくれる人が多かったっていうかさ、うん、そういうのはあったんじゃない。俺のリスナーでワドさんもそうだけど、うん、テルチャンピンのリスナーさん、どうなんだろう、全然見ないから分かんない。初期組が投げてんのかな。だからずっと投げてんだよ。ああ。離れないで。うん。テルチャンピンも営業してるじゃん。してる、びっくりするぐらいしてる営業。もうだって配信よりも営業の方がむしろ9割ぐらいに感じたよ、うん、配信はだからダラダラやってるじゃん、アイラもテルも、うん、だけど営業の方が本当の勝負なんだろうね、うん、営業っつってもあれだよ、ただまめに女の子と連絡取ってるだけだよ、うん、要はおはようとかさ、うん、好きやでとか言ってるだけだよ、うん、もう絶対営業どころかメール返さないからねなんかいつも花火投げてくれてありがとうみたいな、いやそれがね、花火を投げるなっていう方が上がるってテル言ってた、花火上げなくてええんやでって言えば言うほど花火上げるんだって、だから花火はもうええんやって言うんだよ、うん、全員に今から送ろうかな、うん、メールで LINE で花火はもうええんやでって、本当に止まるから本当に止まるからね、うちはねもうアスペしかいないからね、ペッキー今日寝る前にメール来るからね、もうええんやで花火って、いや私一回も投げたことないけどってなるからえって何の話って、そうだよ花火投げてないからええんやでが言えないんだよ、うんうん、本当に止まっちゃうからね、くれくれ言わないと、くれくれ言わないとな悪循環だよね、負のスパイラルうまくいくやつはもう花火ええんやでって営業するから、うんうん、そう俺が花火ええんやでって言ったら、いや投げてないけどって言われるだけだから、笑うよな本当に。あえて誰も投げてない人に、いやアイテムいいからって嫌味で送ろうか嫌味で DM とか、今日コメントありがとねって、アイテムそんな投げなくていいよって、その前に LINE 知らないコツをするじゃん、あするする、そうそう花火師にだけしてたわ、うんうん、でそれでなんか悩み事聞いてあげたりとか、そうそういうのがあるから、うん、それで投げちゃう、ただの水商売じゃんさ配信者じゃないじゃん、配信者じゃん、でも俺関慎吾さんやってないと思うよ関慎吾はやんない、でも稼ぐじゃん、だってあれはだって昔からさ、うん、稼いでたじゃん、うん、すごいよね、口座さらしてさ、そうそうそう元祖小好き、いや俺だから慎吾さんみたいなスタイルに憧れるんだよね、もうただ遊んでるだけで金入ってくるっていう、あれがやっぱ理想だよね、よっさんとかさ、
よっさんなんか絶対お礼の連絡なんてしないじゃん、うん、そうじゃなくて女のケツばっかり追っかけてるタイプじゃん、うん、オフサコしようよって、うん、今度遊ぼうよっつって、あとはギャンブルやってるだけでしょ、うん、あと酒飲んで管巻いてるだけだから、あれが配信だよねやっぱね。よっさんリスナーさ、ほとんど男だよ、ね、うん、よっさん、うん、違うよ、よっさんって女めちゃめちゃ多いんだよ。めちゃめちゃじゃないよ、おっさんの中に女の子、まあ、うん、いや女の子多いんだよ、よっさん知らないでしょ、うん、よっさんは女多いよ、しかも可愛いとか言われてんだよ、この世の終わりかと思うよな、本当に可愛くねえよっていう、うん、だったらね、赤心 TV の方が可愛いよね、うん、慎吾さん可愛いのは分かる俺、うん、よっさんは可愛いではないな、なんかクマみたいとか、うん、ただのツエデブじゃん、そうそう、ただの傍なんだけど全然クマじゃないっていう、うん、よっさん前机の上で何も敷かずに玉ねぎ切ってて怖かった。いや汚いよね、ただただ汚いよね、まだ机の上だったらいいけど段ボールの上とかでやってるから、そう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 、段ボールとかさ、成田空港で働いたらどんだけ汚いか知ってるの、うん、もう海外とかからとかさ、梱包雑に扱われて雑菌だらけの倉庫とかなわけじゃん、うん、段ボールまな板にするって狂気だよね、うん、まあネタでやってるんだろうけど体張るよな、頭ぶっ飛んでるんだろうな多分な、よっさんはでも男の人が投げてるだろうなあれは、うん、うん、なんかタイプ的にそんな気がする、女の人も投げてる人いるけど大きい花火師は男の人だろうな、ゆるいひまわりが投げてる、うーん、うーん、なんかね、ぶっ飛び方が尋常じゃない人がたくさん、でもよさんにこの間の時からさ投げられてたからね、うん、まあね、こじってたね、アフリカ TV でもこじってたし、だってもうさ冷蔵庫に入んなくなるぐらいさ、うん、物が届いたりさ、あ、してたしてた、家入った時俺入ったじゃん、うん、段ボールが積まれてんの玄関にブワーって、うん、で中身何ですかってお父さんに聞いたら、うん、砂利って答えてたからアンチが段ボールいっぱいに砂利を詰めて送ってきて、砂利の捨て方がわからないからお父さん家の中に砂利積んでるんだよ、アマゾンの段ボールそれでさ、いつもさお父さんに怒られる、そうそう、砂利が送られてくるってすげえなと思うよね、うん、いや、コメントみんなロムってるんじゃないの、うん、いいじゃん、気にしなくていいよ砂利砂利送られてきたら頭にくるっつうか、どうしていいか分かんないよね、うん、だってもうギフトで生活できてたから、あ、確かに、うん、確かにペットまで飼えちゃうんだろうか、そうだよね、すごい時代だよな、ペットの餌までこじってたから、うん、すごいよね、小じきワールドが来たんだよ、うん、小じきが勝ち組になる時代が来たんだ、うん、その小じきのさ、ギフトがさ、うん、現金に変わったんだよ、あー、そうだね、うん、だ、天ギフ1万円ではしゃいでたもんね、ニコ生の頃ね、うん、天ギフ1万円来たっつってね、でみんなカップラーメンに変えてたよね、うん、だカップラーメン送られてくるぐらいがデフォだったよね、うん、まさか配信者がこんなに稼ぐとは。
末恐ろしい。配信者ってすげえな。桃襟も結構こじって。俺ね桃襟に関して言いたいことあるんだけどさ、うん、あのうなちゃんマンとのこととかなかったことにしてるでしょツイキャスに移動して、うん、みんな知らないでしょ、あの汚れ芸人だったの桃襟が。すごかったよね、うんうん、サセコですよ。ミスターサセコだったからね。最初おっさんとかとさ、うん、ホテル配信とかしてさ、ねえ、下着配信で出てたからね。今じゃねえ、なんかねアイドル化してね、なんか過去の汚れ芸人だったことなかったことにしてるからね、うん、あれは汚ねえよな、うん、ツイキャスに魂を売ったんだよ。なかニコ生時代の桃エリアなかったことにしてるから、ね、ラメラさんがついてねなかったことになった。ねえプロデュースね、うん、まあでもガメラさん優秀だよね、うん、なんだかんだ売れてるわけだからね、うん、桃襟は。黒歴史封印とかねダメでしょ。でも女の子に人気があるっていうのがいい。あ、まあね桃菜々そうだよね、うん、女の子からね可愛い可愛いって。なんかキャラクターだよね、うん、一緒の、うん、桃菜々汚れ芸人だから森三中とかと変わらないポジションだから。じゃあみんな寝たみたいだし寝ようかな。じゃあ皆さんおやすみなさい。お疲れ様です。また明日です。みんなもゆっくり休んでください。おやすみ、うん、おやすみ。ロムセンさんさ、ほんとマナー悪いよ。お疲れ様ですとね、ワドツぐらいは書くべきだと思うよ。来た時にワドツと枠終わった時にお疲れ様ですぐらいね書くのマナーだからね。本当にロム線でもそれはマナーだよ、うん、ロム線におこですよ僕は。ロム線にだペッキーおやすみ、うん、おやすみなさい。